じゃあこんにちは。さあ、はい、バッテリー豊さんがバッテリーを語る第2弾ですけれども、やっぱねこの2人も語り継がれるようなバッテリーだと思うんだけど、前回が江川さんと山倉さんのバッテリー、うん、そうで今回は北別府さんと達川さん、はい、広島のすごい2人ですね。まあ広島の黄金時代をね支えたようなエースと主戦キャッチャーだよね、はい、まず北別府さんはすっごいコントロールが良かった。狂わないというかさ、精密機械のように投げてくるんだよね、はい、だから内来たら外、外来たら内とかさ、高低、うん、のこの四隅のコントロールが良かった、はい、で今じゃあそうだな、コントロールのいいっていうのはそこまでコントロールのいいピッチャーいないぐらい。そんなにですか、はい、枠井の精度を上げたみたいなピッチャーで。そんなに北別府さんすごかったんですか。そうコントロールで優しい顔してて、はい、めちゃくちゃ短気なんだ。短気が分かった瞬間ってありました。あるよ。どんな時。いやサインが合わないとかさ、達川さんと、まあ例えば俺が打席を外すとかさ、あーわざとちょっとすいませんって外すと、うん、もうプレートパーン蹴ったりとかさ。北別府さんの方が上。北別府さんの方が一つ上かな。おー、うん、で達川さんが、はい、でイライラすんなよとか言って。あ、聞こえるんですね。いやもうキャッチャーがいるから。で北別府さんっていうのは困ったらスライダーのピッチャーだった。江川さんは前回話した江川さんは打者の心理を考えながら、あここだったらまっすぐ、ここだったらカーブって投げ分けてくるピッチャーだったんだけど、はい、北別府さんは困ったらスライダー、はい、なぜかというとスライダーが間違わない、必ず構えたところに来るピッチャーだったから、はい、で達川さんもそれが分かってて、困ったらスライダーで、スライダーを待つでしょ、はい、待ってもスライダーって分からないんで途中まで、はい、で打ちに行ってまっすぐだと思って打ちに行ったらここからピュッと曲がるんだ。今でいうカットボールみたいな感じの横滑りのスライダーだったんだよね、はい、だから全部詰まってたんだよ。ああ、ゆかさん打てなかったんですか。いやそう、だから20勝した年なんていうのは、はいはい、本当にこのスライダーが手元ギリギリのところまで来てプッと曲がるんだ、このぐらい、はい、これが打てないんだよ。え、じゃあどうやってバッターボックスに打ち崩そうと思って入ってたんですか、うん、だからまあ困ったらスライダーっていうのは分かってたから、そのスライダーを狙ったりだとか、はい、達川さんは外から入ってくるケースが多かったんだ。これなぜかというとやっぱスライダーで仕留めたいっていうのがあったんだ、はい、だから外を意識させておいて最後にまっすぐかインサイドのスライダーだったんだ俺には、はい、だから外から入るケースがあったから外を狙って打ちに行くとかさ、反対方向に、はい、そしたら必ず次はそこをボールにしておいて打ちで勝負してきてくれるから、はい、打ちを待っとけば長打もあるし、まあ狙いやすいという、はい、だから江川さんは球種で張ったけど、はい、北別府さんはコースで張ったんだ。球種とコースまた全然違いますね。違う違う、考え方が。だから北別府さん間違えないから、はいはい、だから外だったら外に来てくれるんだよ。しかもきっちりそこにきっちり来るんだよ。だから打てますね。だからコースを読んでると、はい、もうこの打席は内1本だとか、うん、この打席は外1本だとか、はい、まあ、困った時はスライダーを待ってるとかね、うん、まあそういうことがあったんだけど、だから駆け引きが面白いバッターだったね、あのピッチャーだったね。あ、そうなんですね。だから達川さんも面白い。まあ、達川さんはねよくもバラバラブラブラ一人ではおしゃべりしてたって聞きますけど、で達川さんが、まあ、北別府さんのカーブ、うん、カーブがあるんだよね、ドーンとしたような、はい、それをランナーセカンドで、まあ、ワイルドピッチというかパスボールみたいにしちゃったんだよね、うん、はい、そしたら次来ないと思うじゃない、はい、その同じ球種が、うん、やっぱ失敗してるだけに、うん、でも必ずそれを投げてくる。それはどっちの要求なんですかね。いや達川さんの要求だと思う。もう一回同じ球、もう一回こうやって今度は同じボールでも止めてやるみたいな。はあ、だからやっぱりねみんなね気が強いんだよね。達川さんはどういう性格。いやだからでも打者心理からするとさ、はい、その変化球でミスしてたら、うん、次は球種を変えてくると思うよね、はい、コースも、うん、だけど達川さんは変えない。だってそれが一番打者が
マークが甘くなる球だっていうのは分かってない、うん、だからそういうふうな攻めをしてくるよく。だから失敗したボールを待てば必ず来たよ来たみたいな張りがちですね、豊さんの。そうするとだから達川さんと北別府さんもしつこい性格なんだよ。そうでしたか。もうネチ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 くるんだよ。そうなんですね。いやそれである試合でね、はい、そこは必ずホームランとか長打が欲しい時だったの、うん、もう終盤でゲームが1点差ぐらいかな、はい、だったと思うんだけど、外しか来ないんだよ、うん、こうツーシームというかシンカーというかさ、ツーシームというかね、そういうボールが来るんだけど、そこを全部カットしてたんだよ、はい、必ずインサイドに来ると思って、このしつこいバッテリーが、うん、でもね5球ぐらい連続外に来るんだよ、はい、そのコントロール力、うん、だからボーンとなんとかファウルにしてて、うん、もう打ちしか待ってないから、はい、絶対来ると思って、はい、で5球目、6球目ぐらいかな、うん、インサイドに来たよ。それホームランしたの。おー、豊さん勝ち。いやいや、粘り勝ちなんだけどさ、はい、で次の打席に入った時に、はい、お前には絶対インサイドないねんって達川さんが言ったんですか。お前待っちょったろって、うん、いや待ってましたって言ったら、そうだろうのって、あそこ待ってなきゃ打てんもんって言われたんだけど、うん、はい、やっぱそういう駆け引きがやっぱできたピッチャーだよね。コントロールがいいだけに、コースで、だからその狂わないだけに待って張っておけば確実に打てるんですもんね、うん、あなんていうのかな、シーズン通して3割がかかってた時に3割飛んで1輪ぐらいだったかな、うん、でアンパイアの人が前日にファースト審判だった、はい、それで駆け抜けた時に完全に悩んだなのにアウトにされたんだよ、うん、いやちょっとさ3割かかってんだからお願いしますよって、今完全にセーフですよって、うん、いや本当に完全にセーフなんだよ、はい、それはアウトにしちゃったんだよね、うん、アウトにされたんだよ。もう一生恨むからねとか言っててだって2割9分9厘と3割と全然違うからさで次の日北別府立川のバッティング、はい、で打席に入った、はい、フルカウントだったの、うん、北別府さんが真ん中に来るはずがないと思ってたから、やっぱ外はもうカット、うん、内だけを待ってたんだよ、はい、ど真ん中に来て、うん、そういうピッチャーがど真ん中に来られると、うん、手が出ないんだよ、あーっと思って、はい、でやられたと思ったらフルカウントからね、うん、昨日の一塁審判、はい、ボールとか思ってんだけど達川さんと北別府さんもって膝ついてたけどさど真ん中ボールにしてくれたっていうそういう思い出もあるね、エピソードもあるそのバッテリーだったんだけど、でもやっぱりこう達川さんの味がよく出るというか、達川さんも北別府さんの時にやっぱマスクかぶるのは緊張したって、なぜかというとやっぱこうコースに来るだけにそのコースに張られたのをやっぱかわしていかなきゃいけないで、分かってて外狙っててもそれを1個ボールに要求できるだけのコントロールがあったから、はい、それができないとわしのせいじゃんっつって、だから非常にコントロールがいいだけにピッチャーそういう組み立てとかねが大事だったし、だからそれにプレッシャーを感じてたっていう達川さんは言ってたけど、達川さん、まあ、北別府さんもねおとなしそうな人の良さそうなね優しいのにめちゃくちゃ気が強い短期じゃないですか。いやだからその性格が分かったから、はい、何回か外すようにするんだ。そうするとカタカタします、ね、イライラするんだ。あで肩や達川さんはちょっとなんかねあのバーって言いそうですけど、うん、結構繊細だったりとか。そう繊細だよ。ですよね。だからそれ俺が外した時に言ったのが、お前よペイのこと分かっちゃうのって言われたもん。あわざとか言っていやいやそんなことないですよって言っても、はい、打席入り直したら、うん、お前その行為がペイをイライラさせるんじゃないすっごい繊細ですね。そうそうだから、はい、そういう性格も、うん、お互いの性格とか、はい、そういうものも分かってた、うん、もう深く分かってたバッテリーだよね。でも本当に旦那さんと奥さんのいやそう本当に女房っていうのが、うん、ぴったり当てはまりますよね。で打席に外してなんかこうパッとイライラしたような感じがあると、うん、達川さんが大変になってる取って大事なとこだったらマウンド行ってちょっとなだめるようなそんな感じがあった、ね、あベストコンビですね。そうやっぱり、まあ、じゃないと200勝もないできないよね、まあ、そうですね。ただ、
テンポが悪かった江川さんとは違って遅い、いや一球をものすごく大事に考えてる人だったから、はい、だからテンポは長い、試合時間が長かった北ベルさんと、いいピッチャーだというふうには認めるけど、はい、テンポが長いこっちもだんだん入れていやだから俺ら予告先発じゃなかったじゃん、はい、予想先発だった、はい、で球場で、うん、今日のバッテリーピッチャー北別府キャッチャー立川って、うん、これは長いなと思ったもん。そうですよね後ろの予定をちょっと時間1時間ぐらいもちろんもちろんずらしますよね。はい